ひまり、お邪魔するな。お、準備万端って感じだな。っていうか、張り切りすぎじゃないか。ああ、材料は買ってきたぜ。桜餅でも一緒に作るのには変わらないだろう。それとも、そんなに手作りの桜餅を食べさせたい相手がいるのか。香ばしい香りがしないか。火とりあえず止めといたからな。あ、なんかメッセージ来た。おお、クラスの女子からだな。私と伝説の桜の木が見たいってさ。何かしら返事しとくよ。なあひまり、あとこれって桜の葉っぱを巻くだけでいいんだよな。へえ、結構よくできたんじゃないか。あとは味がどうなってるかだな。どれ、一つつまみ食いっと。も食ってみろよ。初めてにしては私ら頑張ったんじゃないか。よかったな。あとは本番でひまりがいつもの土壌をやらかさないかだけだな。ん？ああ、まあ後でな。